ユダに残された人々がエジプトに下っていくという間違いを犯したことを見てきました。彼らは神様に従わないでエジプトに行くことで小さな難を避け大きな難に陥りました。イスラエルの地では戦いは終わっていました。今その地に入っていって占領しようとする敵は誰もいません。まちまちは完全に踏みにじられ焼かれ破壊の跡以外には何一つ残っていません。以前の文明の灰だけが残されていました。残りの者たちはとどまるべきだったのです。 彼らは自分たちの土地を再建することができたのに、その代わりにエジプトへと逃げたのでした。神様はエジプトがネブカデネザルの次の大きな進軍の地域になることをご存知でした。ネブカデネザルがエジプトを征服した時、彼はこの人々を二度目に連れて行くことでしょう。彼らはもう一度捕まってもう一度苦しむのです。彼らは自分たちが戦争から逃げている。自分たちは十分に食べ,食べ物のある土地に行くのだと思っていました。 彼らは安全とお腹がいっぱいになることしか考えていませんでした。私たちの態度と行動と目標が神様のために生きたいという願いに基づいていないとき、そして神様の真理が私たちの導き手になっていないとき、私たちは平安も十分な食べ物もない低いレベルに落ちてしまうのです。歴史は耳を傾けさえすれば私たちに偉大なレッスンの数々を教えてくれるのです。 この章でもイスラエルを取り巻く国々に対するエレミアを通しての神様の裁きの予言が続きます。ユダの残りの者たちは避難場所としてアモンを頼っても無駄なことです。なぜならアモンは滅ぼされるからです。私たちの時代にアモンの国は存在しませんが、神様が何と言っておられるか見てください。エレミア書49章6節そうして後、私はアモン人の繁栄を元通りにする。主の告げ。 アモンは回復されなければなりません。これらは驚くような予言であり、驚くような聖書の箇所です。エドムに向けられた予言は、他のものよりも多くの場所が裂かれています。おそらくエドムがイスラエルと親戚関係にあるからでしょう。エサウとヤコブは、<coughs> 兄弟でした。そしてエドムとイスラエルの二つの国は、この二人から出てきたのです。エドムとイスラエルは長年にわたって仲が良いわけではありませんでした。 神様がエサウから大きな国を起こすと言われたために、エドムは大きな国になりました。七節。エドムについて、万軍の主はこう仰せられた。手間にはもう知恵がないのか。賢い者から分別が消え失せ、彼らの知恵は朽ちたのか。デダンの住民よ、逃げよ逃れよ深く潜め。私がエサウの災難をもたらすからだ。彼を罰する時だ。 エドムの国は、死海の南東の地域で、死海と赤葉湾の間の領域でした。エドムは神様の裁きを必ず受けることになっていました。彼らは大きな国となり、他の国に相談役を提供していました。岩から切り出されたペトラの町はとても安全だったので、大きな国々の銀行の役目をしていました。バビロンもエジプトもそこに銀行口座を持っています。ペトラは自分たちの財宝を預けておいて安心することのできた場所でした。 町は両側を一枚岩から切り出してありこの岩から切り出された町には小さな入り口が一つあるだけでしたこの町が栄えた時代にはとても素晴らしい場所でしたが神様はこの町が昔享受したすべての偉大さを取り去られました彼らの偉大さは主に彼らを頼っていた周りの国々によるものでしたなぜなら彼らはペトロがとても安全だと感じていたからです13節 私は自分にかけて誓ったからだ。主の告げ。必ずボツラは恐怖、そしりとなり、廃墟、罵りとなる。そのすべての町々は永遠の廃墟となる。ボツラとはペトラとエドムのことです。岩から切り出された町は完全に喋っていますが、今もそこにあります。縦売りの町です。岩から切り出されたアパートは素敵で、もしそうしたいのなら明日にでも入居することができます。今日も全部そこにあって、あなたが入居しても構わないのです。 家賃を取りに来る人は誰もいません。でもあなたはそこにあまり長くはいないだろうということを警告しておきます。今までそこに住もうとした人たちは長くそこにいることはありませんでした。数年前にドイツがペトラに入植しようとしました。ペトラに送り込まれた入植者たちはそこが気に入らず、間もなく人々は散り散りになってしまったのです。16節岩の住みに住む者。丘の頂きを占める者よ。あなたの脅かしがあなた自身を欺いた。 あなたの心は傲慢だ。あなたがわしのように巣を高くしても、私はそこから引き下ろす。主のお告げ。エドム人の大きな罪は傲慢でした。そのために彼らは裁かれました。彼らは確かにしっかりと守られていたのです。ペトラへの入り口は約1 6 k m の長さのシークと呼ばれた奥まった狭い道を通らなければなりませんでした。その道はアディムーサとして知られていた谷のただの岩の裂け目にしか過ぎませんでした。 この町には約1000年ほどの歴史がありました。その後、ナマテアアラブ人、北アラブの古代アラビア人たちのことがこの国を征服しました。ギリシャ人たちは二度この町に対して遠征をして失敗し、この町が難攻不落であることを思い知りました。飛行機ができるまでは現代人はこの町に入ることはできませんでした。私たちはペトラの町にツアーで入っていく経験をしましたが、この場所はとてもすごいところでした。 この町はバビロン、エジプト、ギリシャ、そしてローマの影響を受けました。建築様式とペトラの町に残された文明の残骸でそのことが分かります。神様はエドムを裁かれ滅ぼされました。さて、神様はこのことに関連してさらに語られます。エゼキエル書に行くともっと完全な予言がされています。17から18節。エドムは恐怖となり、そこを通り過ぎる者は皆、色を失い、すべその全ての打ち傷を見てあざける。 ソドムとゴ,マゴモラとその近隣の破滅のように死は仰せられる。そこに人は住まず、そこに人の子は宿らない。この予言は文字通りに成就しました。町は今もそこにあります。この町を破壊することはできません。なぜなら岩にしっかりと刻まれているからです。神様はそこに人が住まないと言われました。その通りです。ほんの時々アラブ人が一,一晩テントを張りますが、そこには去って次の日には去っていきます。 アラブ人はこの町についてとても迷信深い感情を持っています。ドイツ人は迷信深い感情を持っていなかったのですが、それでも彼らもそこに入植することはできませんでした。神様の御言葉には、そこに人の子は宿らないと書かれています。この町は縦売りの町なのです。それでも人間が滞在する場所にはなりません。この予言をツロに対する予言と並べてみるとき、この予言はもっと顕著になります。 鶴の町はこそぎ落とされて、全く何一つ残らないが、その後には人がそこに住むことになると予言されました。今日鶴には人が住んでいます。それとは対照的にペトラは破壊されることはありませんでしたが、人が住むこともないのです。二十節それゆえエドムに対して巡らされた種の計りごと、テマンの住民に対して建てられたご計画を聞け、必ず群れの小さいものまで引きずっていかれ、必ず彼らの牧場はそのことで怯える。 街には人が住まなくなり、エドムの国は消えてしまいました。23から24節。ダマスコについて、ハマテとアルパデは恥を見た。悪い知らせを聞いたからだ。彼らは海のように震れをの,のいて恐れ、沈まることもできない。ダマスコは呼ばれ、恐怖に捕らえられ、身を巡らして逃げた。ンプのような苦しみの苦痛に耐えられて。ダマスコは人の住んでいる町の中では最古の街だと言われています。 同じ主張をする町は多くありますが、ダマスコはおそらくこの主張をする権利があると思われます。ここに町は破壊されるというダマスコに対する予言が書かれています。この町は破壊され、幾度か場所を移動しました。それでもダマスコという名前は町とともに続き、今日ダマスコはシリアの首都になっています。それからとても繁栄した場所であるケダルとハズレに対する予言が書かれています。私たちはこの二つの町に関してはほとんど何も知らされていません。 この二つの町は、ネブカデネザルに打ちのめされると予言され、その通りになりました。それからエラムに関する予言もあります。35節番軍の主はこう仰せられる。見よ、私はエラムの力の源である、その弓を砕く。エラムは破壊されなければなりませんでしたが、終わりの日になると回復されます。エレミア書49章39節 しかし、終わりの日になると、私はエラムの繁栄を元通りにする。主のお告げ。これらすべての国々は、枝の残りの者たちが安全のために逃げていく場所がないように、イスラエルと同じ運命に苦しまなければなりませんでした。残りの者たちは誰にも助けを求めることはできませんでした。彼らは、上、神様以外は、すべての場所を避難場所として扱いました。彼らの唯一の助けは主にあったのです。でも彼らは主に立ち返ることをしませんでした。 主は彼らに指示を下さったのに、彼らがそれを受け取ることをしませんでした。もちろん彼らはエジプトに行くことを決定しました。ところがエジプトに行くことは彼らにとって究極的な滅びだったのです。